今回は天神にある作業ができるスポットをご紹介していきます。それがこの福岡市赤レンガ文化館の中にあります。この建物は重要文化財、旧日本生命保険株式会社九州支店で、なんと無料で入館することができます。中に入ってみると階段があるので、そこを登ってみると会議室があります。たまにここでイベントをやっていたりしますね。今回使うのはエンジニアカフェです。受付をしてから入館証を手に入れます。すると集中スペースか共有エリアを選ぶことができますが、実は地下には 3D プリンターとかを使えるスペースがあったり、ここにも共有スペースがあったりします。ちなみに私はこの集中スペースで一人ぼっちで作業をしていきます。共有スペースで作業する場合はこんな感じでモニターがあるので、ラップトップとかを持っている人はこんな感じでデュアルモニターを使うことができます。夜の外観も綺麗なので、仕事終わりに行ってみてはどうでしょうか。